株式会社サードウェーブは、ドスパラの称号で、日本全国にパソコンショップチェーンを展開する企業。2012年8月、旧、株式会社サードウェーブから、パソコンの製造事業を行う、株式会社、サードウェーブデジノス、法人向けコンピューター機器等の製造、販売事業を行う、株式会社サードウェーブテクノロジーズ、パソコン販売ショップチェーン。 通販サイト、ドスパラ運営の株式会社ドスパラの計算者が分割、設立されたが、その後再統合されている。ジャンパラは発足当初関係会社だったが、現在は独立している。1984年の創業当時は、秋葉原の路地裏に小型店舗を構え、海外メーカーのパソコン商品の販売を行っていた。1992年に PC、 AT5 換気の普及とともに、当時あまり入手ができなかった、海外輸入の PC パーツを中心に取り扱い、ヤゴ豪もドス・ V パラダイスとした。その後全国にチェーン展開を進め、2003年にはヤゴ豪をドスパラと改めた。2012年、事業ごとに会社分割され、ドスパラは株式会社ドスパラが運営に当たっていたが2018年に再統合された。現在では、 PC 専門店として日本作用店の一つとして数えられている。いわゆるホワイトボックスベンダーとして BTO パソコンを国内で生産している。パソコンではオンラインゲーム向けパソコンとしてコアなファンの多いガッレリアや映像、DTM 制作者向けのレイトレックなどヘビーユーザー仕様の商品に特徴を持っている。また一般向けパソコンとして価格帯性能の高い。 ディジェニノスを展開している。旧テクノロジーズハードウェアのソリューションベンダーとして、法人向けにサーバー、ワークステーションの製品の販売を行っている受注企画を中心に行っており、大手ハードウェアベンダーでは対応しない一台から、PC サーバーの使用を企画するなどの営業活動をしている。セントスやデビアンなどのリナックスの動作保証をしたサーバーやスペックで、 個別のニーズのあるパソコンを販売している。近年では、データセンター向けの消費電力の優れた製品や、大学、研究所向けに、管技術を採用した製品などの開発を行い、特定業界に対しての製品を強めている。ドスパラパーツ館、ドスパラ店舗、通信販売サイトを運営、パソコン、パソコンパーツ及び、周辺機器を中心に、 国内外の商品を豊富に取り揃え、販売している。ビデオカードでは、海外で著名であり、価格性能比が高いバリットなど、パソコンパーツ輸入商社の老舗らしいマニアックな商品が並べられ、それを目当てとするコアなファンが多い。2012年8月より、関東地域を対象に、ウェブ通販サイトで正午までの注文を即日で配達するサービスを開始した。 2018年2月現在、22店舗を全国の主要都市に展開。株式会社エバーグリーン、ドスパラが展開するも、サードウェーブに吸収合併。世界中から便利な商品、一風変わったユニークな商品を輸入し、販売を行っている。IT 周辺機器や家電製品を中心に、近年では有名ブランド商品やチーク玩具など、ジャンルはこだわらない。 販売ルートとして、シャンファイトンやダイレクトーキョーを運営、2013年7月31日に、工術の通りドスパラが展開した後サードウェーブに、吸収合併、リプロ電子株式会社が展開、携帯電話下取り支援サービスとして、データ消去、中古携帯の下取り買取を行う、リセキュアを提供。自社リユース製品、ラプロクスなど、 環境に配慮したオリジナルのエコ製品の製品化も積極的に行っている。2018年に初期不良の PC パーツの返品を受け付けず、さらには買い取り査定で異常に安い金額を提示する問題が発覚した。内容は客がドスパラでパソコンの部品を16万円で購入したものの初期不良で正常に動作できない状態だった。そのためドスパラに修理依頼をすると、 弊社では不具合が発生していないため、お客様環境に起因している可能性がございますので今一度お客様環境の見直しをお願い申し上げますとの回答があり、受付を断った。しかし購入者は自分で再度試してみると、再び不具合が発生した。このままでは、差し障りがあるため、売却を決意し、ドスパラに買い取り査定を依頼した。すると210円という、 極めて安い査定金額が提示された。入金手数料を差し引くと、わずか10円となる。この査定金額の理由は、動作不安定、不可時にノイズ、フリーズ、勝手に再起動するためだという。このような不祥事があり、不良品確認に基準が甘い、初期対応がまずすぎるなどの反応が浴びせられた。2010年11月29日に、株式会社 T ゾーンストラテジーより、 T-Zone ストラテジーの PC 関連製品販売事業の資産譲渡を受けることで同社と基本合意。資産譲渡の本契約成立後の T-Zone PC DIY ショップの跡地にドスパラパーツ館が開店した。ありがとうございます。